なのでちょっと目がチカチカするかもしれないんですけど皆さんちゃんと最後まで <laughs> 見てくださいね。い今日何してたかあ今日はですねもう何してたかな多分寝てたんですよねお昼寝しちゃってで起きてダンスの練習して今こんな感じです。はい そうですね私は今日は私はなぜなぜこのショール,ルーム配信を始めたのかまあ理由は2つあります2 reasons first、uh, I speak お話し会について yes yes second、uh, 舞台まじむり学園についてでございますはい <laughs> ではまずファーストのお話し会について、はい、お話してお話していこうと思いますまだあのー、お話し会の話をショールームでしようっては言ってて前からでもずっとできてなくて本当にテスト期間があってうん全然できてなくてあそういうのしてないじゃんと思ってめっちゃ焦ってするしかないと思って今してて。 そうですねあのお話し会マジで本当に楽しくて私初めてお話し会をさせていただいたんですけど皆さん本当にもうイトモの皆さんすごいすっごいすごい優しい方ばかりで私はもうびっくりしてしまいました私がこうやって、うん、どうやって喋ろうかなポチッて緊張しながらワクワクしながらポチッてボタンを押すとパってもう皆さん大丈夫緊張してない わわざわざ話を振ってくれたりとか私の生誕 T シャツを着てくださったりとか <laughs> もう本当に初めてとは思えないぐらいすっごい楽しかったですもう緊張なんて一瞬でシュパーンって過ぎ去りましたね本当に確かにもう話した内容はどうだろう薄々多分覚えてるんですよ私は皆さん覚えてるからどうだろう そう皆さんも緊張してたんですかねお話からの時すごくあのー、なんかすごかったんですよ本当に私が印象に残ってるのはまず「ガチ恋工場なな何て言うんだろう「ガチ恋口上」って書くやつです「ててる好きててる好き!」のやつですそれをしてくださった方がいてそうあと のその人なんですけどまた工場,工場かかちい工場をしてくださって「好き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 すき」きききって私が言ってたやつをしてくださった方もいて <laughs> であとはあの私を知ってくださったきっかけとか私の昔の歴史を探ってくださったりとかもうすごい本当にいろんなお話がたくさんできて、うん、めっちゃ嬉しかったです。 <laughs> 俺や、ね、やばいやばいバレたバレたやばいやばいそう, <laughs> そうだからお話が本当に楽しくてあとなんか私のあだ名が「ピューピーピー」っていうあだ名があるんですけどそのあだ名をつけてくれたあだ名,の、あのー、親名付けの親さんが来てくださったりとかカフェで。 なんかケーキを見せて私にくれなかった方がいたりとか <laughs> あと呼び捨てで呼んでくださいって方もいらっしゃったしあとエア卓球もしたんですよあとじゃんけんもしましたしすごく楽しかったですもう本当にそうそうそうめっちゃ楽しかった本当にお話からずっと笑ってたなんか作り笑いとかじゃなくて本当に楽しすぎてずっと笑ってました本当に。 めっちゃ楽しかったです本当に来てくださった方ありがとうございましたすごく初めてのお話し会だったんですけどいい思い出しかないですもう悪い思い出1ミリたりともないですこの1ミリたりともないです <laughs> あ急に電波悪くなった見えますか皆さん聞こえますかあとあれ そう、サインも書いたしあとツーショットもしたしそう楽しかったすごくありがとうございましたあ見えてますよかったよかったイエーイそうなんかねまたお話し会本当にしたいです私もしましょうね早く、まあ、お話し会もしたいんですけどやっぱり握手会は。 したいよねーって感じですね私ねまた話したいですねあね女性のファンの方も来てくださってそうなんか私を好きになってくださったきっかけとかほんとなんかもう感動しましたね私すごくはいもうなんかねえ車あの外でやってる方もいらっしゃって車の中でやってる方もいらっしゃってまあたくさんたくさんと。 はい、楽しかったね早くこのね収まってねっ力なくてすいません <laughs> 早くねうんはいってことです翔斗君ありがとうございますでまあお話からもすごく満足満足大満足ともう私にとって最高の 一日になったということなんですけどもそうそうで多分皆さんは今それもまあお話し会も楽しかったしね結結ちゃん楽しんでくれてよかったねって思ってると思うんですけどでもそれだけじゃないですよね皆さん多分おそ,らくおそらくおそらくおそらくあーでもちょっとまあその話はまあちょ,ちょっとまだ置いといてお話し会でまだなんか 覚えてるとかかありますか全然私多分話せると思うので皆さんちょっとはいお話し会もうちょっとお話ししたいなお話し会そうちょっとそれはまあ一旦一旦ちょっと置いといてって感じでちょっと後からもうガチ語りしようと思うのでお話し会なんか。 ありますか私との思い出とか <laughs> <laughs> 思い出とかありますか食べたくなりましたタルトなんでくれなかったんですかもらおうと思ったのにそうもらおうと思ったのにくれなかった緊張が伝わったそうちょっと緊張してましたね最初なんでほんとなんんでか もうめちゃめちゃすっごいもうもうもうねめっちゃ考えてましたもうねどうしようどうしようバッてフル回転で <laughs> でも,もう本当ファンの皆さんから喋りかけていただくことが多くて本当に助かりました私が多分言ってたからでも皆さん本当優しくて私緊張してるの分かってくれて自分バッて喋ってくださって私が「本当なってんかうん かったって思いますね本当にチョコミントさんなんだこれはななんうおーって動いてるすごいなんだろうかすごいあそう洋服そうそうそう洋服もなんですけどあのー、お話し会すごく迷ってでお話し会ってこ,うここしか見えないじゃないですか今みたいな ここでちょっとちゃんと伝わるお洋服とか、うん、ないかなと思ってお母さんともめちゃめちゃ考えてあれにして、まあ、私的に、まあ、いつもちょっとこんな感じ <laughs> ちょっと中学2年生っぽい感じで感じの服を着てるんですけどあのお話し会の時はちょっと大人っぽいていこうと思って。 画面が暗くなった見えますか見えるかなはいそうだからお話し会はすごく大人っぽい感じのはい服装にしてみましたがどうでしたか良かったですかねなんかあんな初めて来たんですよ本当に私 あの肩がちょっとガクガクみたいなちょっとガタイがいいみたいな肩しててちょっと肩パット入ってるみたいな感じの肩をしてるんですけどもこんな感じでそうでなんかああいう格好があんま似合わないってずっと思っててでもなんか私買いに行った時に店員さんがそれを着てらっしゃってめっちゃ可愛いと思って一目ぼれしちゃって私もあれ着たいと思ってそうなんですよね。 そう肩パッと入ってないのって入ってないよ入ってない <laughs> そうなんですだからそうよかったでも皆さんにすごく大人っぽいねって褒めていただいても私は嬉しかったもう <laughs> すごくねそうそう髪型も相変わらずこけしできましたけども,もメイクはもうなんかなんだろう いつも通りのメイクで行ったんですけど結構あの時のメイクだとあまた自分でも良さげだと思うあっまた電波が今日はちょっと悪いですね皆さんごめんなさい私がちょっとテンション上げすぎて電波が困ってます汗汗あ汗あせあっ田さんありがとうございます そうでメールでそう全身は送りましたねはいいエイあと先輩がちょっとお写真を撮れたんですよほんと嬉しかったです、うん、そ,う <laughs> そうなんですゆいゆいさんとあのお話し会の時お隣で「えどうしよう」と思って声かけたいけどめっちゃ緊張すると思ってちょっとうわどうしようって悩んでて。 って私が言ったらえー、トロトロってはもうすごく幸せでしたあれはもう。でしかもその間開けたお隣私の間開けたお隣がんんさんだったんです最後になっちゃうかもしれないしあかりんさんととれてでもあんまりお話ししたこともないし私のことももしかしたら知らないかもしれないっていう私の人見知りが発動しまして。 ですか私がもうまた勇気を振り絞り「あかりんさんお写真いいですか?」って言ったらあかりんさん「えいいよ」ってもう私幸せでした本当にもう,、はい、もう本当私ただのお宅みたいになってましたもう本当いいですかってうううってなってたんですけども <laughs> あかりんさんすごくもう優しい方で始めたもう本当初めてっていうぐらいお話だったんですけども。 母も全くもう幸せでしたもうたくさんお話できましたでそしてあの七瀬さんが七瀬さんもそのあ後に間空けてお隣だったんですけど七瀬さんがもうね「ゆうかちゃんお写真撮ろう」って「え!」って私も先輩から声をかけられるなんて思ってなかったので「え!」ってやって「えいいんですか?」って言ったら「えいいよいいよはい」ってもうねえ やばかった幸せでしょしかもなんかショールームを見てくださったそうでその私が握手会お話し会に行く前日ねちょっと緊張してるみたいなはい配信してた時のショールームを見てくださったらしくて「そう女の子さん可愛かったよ」って言ってくださってもう本当に天使かなと思いましたその時はいかなりあ天使だと思ってやっぱ天使なんだって思いましたあとずんちゃんさん ともお話ができてでずんちゃんさんはあの755もフォローしてたしみいおんさんのみいおん総監督の楽屋でも共演させていただいてまあそのたった2回くらいなんですよね。でそんな絡んだこともなかったのにずんちゃんさんと私がパッて目が合った瞬間「はっ!」って言ってくださってで私も「あっ!」って言って走ってそうそしたら、ね「愛い,い、ね 言ってマユだねっていじってくださって「そうなんです」って言ってそう親父にとってくださったんですよほんと幸せでしたねほんとにあの日はほんともううん幸せでした私はほんとになんかもうオタクみたいになっちゃってるんですけどほんとタクみたいな感じになっちゃいますねそう先輩とめちゃめちゃ交流しまくりました嬉しかった でですで、まあ、お話し会はまあこの辺にしときまして、まあ、すごく楽しかったですお話し会見に来てくださった方間違えた間違えたお話し会来てくださった方ありがとうございましたまたお話しできる時たくさんお話ししましょうねイエイって感じなんですけどではではまあ皆さんがねご存知の通おり、まあ、ご存知かは分かりませんがご存知の通りそうですね 昨日の緊急生配信を皆様、見ていただけたでしょうかあ、見たよという方、ありがとうございます。見てくださって、皆さん、ありがとうございます。そうですね、では、じゃあ、発表します。じゃん この度、私、坂川ひゅうかが、舞台、まじむり学園、ライに、出演させていただけることが決定しましたイエーイいやーなんて嬉しい。本当皆さん、パチパチパチ。まず、拍手。いや、本当すごい、ね、嬉しいです。本当私が務める役はですね、あの、花組かりん役の、はい。 なんか花組過人役を務めさせていただきますそう『エイトリオで』ではい出るんですけどもねえほんとにいやもうめちゃめちゃ私嬉しくてこんなマジムリ学園に出させていただけるなんてもう私は嬉しいそうエイトリオトリプルキャストで出させていただくんですけども。 そう本当にもうね嬉しいですはいあのー、私的に、あのー、私的にというか「輪積理学園が」があのー、ヤンキー,ー,ー,ーって感じの多分舞台だと思うんですけどまあそれ自体も初めてなんですけどまず演技とかそういう舞台がほん本当に初めてで。 もう未経験も何もわからない状態でスタートするのですごく不安でもあるし緊張もしますけどもそれよりワクワククドドキドキ楽しみって感じがもう本当に強いで何、ねはい、か舞台とかちょっと憧れてたのでねちょっと私演技できるのかしらちょっと心配できるかなまあねっ。 ちょっとやっぱり先輩方がいらっしゃるので先輩方にもね教わりながら私なりに頑張ってお稽古して演技をねうまくできたらいいなと思ってますそう本当にこのチャンスをいただけたこと自体がすごい嬉しいことでやっぱりファンの皆さんがやっぱり日頃から私のことを応援してくださるおかげだと思います本当にありがとうございますいやこのチャンスだから皆さんで、ね、私が勝ち取ったものじゃなくて皆さんと一緒に私が勝ち取ったもの じゃ皆さんで勝ち取ったものということでございます。ありがとうございます。本当に。演技頑張ります。本当。どうしよう。あのー。そう、昨日の緊急生配信で、ね、セリフを。ね。言う時があったんですけども。なんか。喧嘩は力じゃねえ。え 心だよみたいなところがあったんですけど私が最初一番最初に指名されると思わなくて <laughs> ちょっとびっくりしちゃったんですけどもそうそう急にヒュッて悠々だから「ひゆくちゃん」って「おーおー私!」ってなって <laughs> そうなんですよね、まあ、まだまだねうまいことできるように <laughs> もう一回お願いします 下手くそなんですよ私本当に大丈夫かしら二人ともエイトリオモ,モカもレミタもめっちゃ上手くてやばいと思ってたんですよ汗汗どうしようねはずまもはちょっと可愛かったよね可愛かった本当に私たちもずっとニヤ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 してましたね <laughs> いやそうヤンキー 喧嘩は力じゃねえ心だよ心だよこ,こ心だよいや <laughs> 喧嘩は力じゃねえ力じゃらじゃねえ心だよいやメンチ切ってくださいメンチ切るのってどうやってするんですかね <laughs> いつもの日へからちょっとやめてくださいいつも私こんなんだったらやばいですって <laughs> そうメ,メンチ切るってなんかやってましたよね先輩方なんかこんな感じでこれはメンチ切ってるのかなこれはメンチ切ってるんじゃなくて怒ってますよねこれ 切れてますかメンチ <laughs> これですかこれは困り顔ですかいい感じですか一フに一フに <laughs> 下から覗き込む感じで <laughs> なんか病んでる人みたいな こんんなな感じなんだろうか全然わからないメンチキるなんて初めて聞いて全然わからなかった。え何メンチるって言ってメンチカツを切るのかなと思ってえ何言ってるんだろうと思ったらあそういうことかと思ってだってメンチキるってメンチカツじゃないですかそんなねって感じで。 うかめっちゃうまそう頑張るぞちょっと強く見えるよ頑張るぞ <laughs> 福井にヤンキーいないの福井はあんまり見ないですね私はうんそんな見ないですねそう,そ,うそ,うそうで今日の何時からだったかなもう先行いや抽選ん抽選販売かながもう行われてるのでおそらく。 皆さんぜひぜひ見に来てくださいね待ってますよあと私たちはエイトリオがなんと前座前節でパフォーマンスをしますウふふふふしかも全公演ウふふふふふふって感じなんですけどもはいはいはいウふふふふ前説でしたふふふふふ ーフフフなのでねぜひぜひ皆さん見に来てくださると嬉しいですねえ当にねえ<わ> <laughs> やばいちょっとニヤニヤしちゃうぜ。 いやーちょっとね緊張しちゃうよはっって感じなんですけども皆さんエイトもの皆さんがご当選すること祈願しておきますぜひぜひ見に来てほしいところでありますもうエイトリオの初舞台なのでぜひ皆さん 見に行ってくださいね、待ってますね、劇場で、劇場舞台で、うんうん、舞台で。うん舞台、うん、うん、劇場、うん、舞台。うんん <laughs> あ、伝わります、わくわくしてるの。すごく私はもう、わく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 でございます、すごくもうね。やばい。ふん。 あ,あと制服あのオフショー出したと思うんですけど制服を着たんですよねもう早速着ちゃってで私あの撮影をしたんですけどもまあ私もちょっと見てあの何写真をねうんと思って見たらうーんちょっと一人だけこけしおるなと思ってそしたら私だったという汗汗私こけしだったんですよすごく。 こっちドア,アップしたらうわこけしいるって隣の桃香とレミダンも整理なくて私だけなんかこんな感じの <laughs> そうこけしでしたねなんかなんかこんな感じみたいなそうなんですね あコケシキャラ絶対必要あそうなんですねじゃあ私よかったよかったう,ん、<laughs> そう高校生そう高校生役かいや大変だねちょっと大人びた感じ出さなきゃでも後輩ですからねリリーさんの小栗さんの後輩役 <laughs> ワク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 うん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  楽しみですね。にやにやにや頑張りますねほんと初めてなんでうーんどうだろう演技なんか私が自分でも私どういう演技をするのか全く見当がつかないって感じなんですけどもそうあと声とかもやっぱり舞台は張らないといけないと思うので頑張りますうんうん。 そうなんですよねあ、かっぴっぴさんハートありがとうございます <laughs> え、なにさっきレミたん仮想コケシやってたよどういうこと仮想コケシってどういうことえ、なんですか仮想コケシって <laughs> 作ってたってことかなこうやってこんな感じねはきはきしてるから聞き取りやすそう いや <Yeah. 笑> どうかなそれはもうね舞台で見に来てくだされば嬉しいでございますい仮装こけしあこういうことですかえー、レミたんも絶対ボブ似合うけどレミたんは私はロングが好きですねでも私もなんかちょっと今こけしなんですけどなんか そうパピーに「うんューカウも髪伸ばした方がいいんじゃない?」って言われたんですけど私は自分的にこけしすごく好きなのでまあ伸ばしたい気持ちもまあなくはない山々山々山々なんですけどもまあいったんまあ1年約1年ぐらいはこのこけしでいこうかなと思ってるんですけどどうですか皆さんはどう思います 私すごく今悩んでます髪の毛伸ばそうかな切ろうかなと思っててあミ美香さんありがとうございますねえそうショートうーんショートって目立ちますか結構こけし 投投票票ししようって本当ですすかじゃあ投票にしますね <laughs> こんなしょうもないことですみません。じゃあ投票にしますね。じゃあ1番は、まあ、このままこけし維持しておく,、ま、おくんなましいって感じの1番で。で2番はいやさすがにもうこけしは得て次は日本人形なろうかっていう方は2番で。お願いします投票開始って感じですね。 圧倒的1あ2 2 2 1 1 2 2あ、いい勝負してるかも意外にどっちがよろしいでしょうかでもあの最近髪伸ばせるアプリがありましてちょっと格好で髪を伸ばせるアプリがあるんですけど一回髪伸ばしたんですよそしたらなんかもっさりみたいにな, <laughs> なっちゃってちょっと笑っちゃいましたねーと。 髪伸ばしたらどうなるんだろう。私の髪長いのは。はい。これでちょっと想像、想像できますか。はあはあ、めっちゃ今短い気がする。あれ、なんか短くなった。切ってないのに。<laughs> 短くなっちゃったかな。え。 ちょっとまた送りますね送りますと見せますねまたちょっとなんか <laughs> どうだろうではあと10秒で投票を終了しようと思います1 0 9 8 7 6 5 5五五 4321終了ッわンカンカンカンッたくとうわ圧倒的1番が 72.8%2 番が27.2%ということで、まあ、圧倒的こけしが優勝ということでございますねやっぱりこけしなんですね。<laughs> <laughs> まあ私も今は私はこ,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 このこけしをね持続させていこうと思っておりますのでねこれからもこけしをよろしくお願いします高校生ぐらいになったらまあ日本人形に成長しようかなって感じですかねはいこけしまあでもいつでも伸ばせますからねアプリでね そうコケピッピ大勝利 <laughs> コケピッピまで来ちゃったもう <laughs> 明らかに落胆して,ない私ですかしてるわけないじゃないですか私だってこけしだって私今こけしですよこれで2番が多くて髪伸ばしてって言われてももう無理じゃないですかここまで切っちゃってるんだからって感じな,なので私はこけしを持続可能させていただきます持続可能なこけしにしていきます 社会じゃなく持続可能なこけしにしていきますって感じでショート似合う人はロングも似合うえ、そうなんだ知らなかった私はこえ、似合ってますショートもしかしてあらやだ嘘ですすみません調子にりました汗汗エクステエクステってなんかあれらしいですよねなんか 痛いみたいな痛くないのかなわか,からない取る時痛いみたいな <laughs> でもエクステだって中二でエクステとかつけてたらもうやばい人じゃないですか私も私ちょっと髪伸ばしてみましたこれエクステダースとか言ってたら皆さんもひよかちゃんがもうエクステなるじゃないですかでも私も多分なるんですよ自分で私がエクステみたいななっちゃうと思うのではい さすがにねさすがにちょっとエクステは早いので、はいはい、しばらくね今のままでいきます。って,てことであ今日はねその話をはい、させていただきましたまあ本当に舞台とかね新しいことをいただけたのはすごい嬉しいことなので。 なので楽しい舞台にできるよう頑張ります私らしく頑張ろうと思うので皆さん応援よろしくお願いしますあとぜひ舞台見に来てください待ってますということでランキングを読んでいくぞそれではじゃ十三位パープルアイアットマーク桜丹神尾さんありがとうございますまた見てください十二位ともアットマークお話からありがとうこちらこそありがとう

えーとま発ぶってなんか皆さんが舞台するみたいにちょっと面白いえーとま舞台ありがとうございます頑張りますまた見てください六位たくまさんありがとうございますまた見てください五位よしさんありがとうございますまた見てくださいチャキーン四位みかさんひゆかりん見に遅いひゆかりん見に行くね当選祈ってて <laughs> めっっちゃててまますた見くだささいんありがとうあとういますまたライブもぜぜひひいいてくだささ皆んありがとうまた見てください藤もさんありがとうまた見てください藤さんイェいそして1位はトゥルンジャン えいのひでぽん、アットマーク、とも、名前呼びしてよろしくね。任せて、ひでぽん。ありがとう。1位おめでとうございます。また見てね。はい、ということで、今日のラッキーカニカニは、とるん、22位、るさん。おめでとうございます。ラッキーカニカニ。ありがとうございます。それではもう一人のラッキーカニカニを、やっていこう。えー誰かなちょっと。 54位、コバーンさん、ありがとうございます。ラッキーカニカニ、山めてえレミタンがいるだってうんレミタンどこどこどこひゆかちゃんレミタンレミタン何してるんだい元気かいレミタン。レミン。そう、レミタンもね。

可愛い本当にありがとうレミタ見に来てくれて嬉しいなではではスクショタイムにいきましょう皆さんお題をどうぞザう今日何しようかしらね可愛い,いねレミタ本当に <laughs> とてもとても頑張ろうイエイだって可愛い,いな本当に あヤンキーヤンキーとメンチ切りやっぱメンチ切り皆さん好きですねメンチカツ切りましょうかはいで <laughs> 次メンチ切りとこけしポーズも多いねこけしポーズではではこの3つで今日は。 やらせていただこうと思います。では、ヤンキー。ヤンキー。え、では、いきます。用意。ピ。ううん。 って感じでーすヤンキー <laughs> 私的にヤンキーはこんなんでいいのかなーって感じなんですけどもでは次メンチカツを切りまーす。メンチ切りまーすということでよーいぴ <laughs> もうちょっと、もうちょっと。<laughs> ちょっと笑っちゃいますね。メンチ切ってると、もう一回やりますね。<laughs> メンチ切れてないね。<laughs> えー、頑張るぞ。<laughs> ちょっと。ね、公演が始まったら、ちょっとメンチが上手くなってるよう、頑張りますね。 <laughs> 今はちょっとこれで許してください皆さんでは次最後こけしこけしなんてもう余裕ですよそんなもう任せてください私の得意分野いきますよーいピッできましたこけしですこけしだよ はい、ではでは以上となります皆さんありがとうございました。あやばい動いてますか皆さん話動いてます？動いてるかなまた舞台もショールームもするのでねぜひ皆さん見に来てください待ってますそれでは楽しみにしててねでもありがとうございましたまた会おうね。 バイバイありがとうございました